市教委はこれまで被害を受けた子どもの保護者が求めた場合を除き、いじめ調査の内容を公表していませんでした。しかし2021年に私立中学校1年の女子生徒がいじめを苦にして自殺した問題をめぐり、情報開示が不十分であると批判を受けたことから方針を改めました。市教委は来年度の早い段階でガイドラインを策定し、氏名や学校名など個人情報を伏せた形でいじめ重大事態の調査結果を自主的に公表することとしています。また、すべての児童生徒に配布されているタブレットでいじめのアンケートや心身の健康管理を教師が把握できるアプリの導入を決めました。子どもの心の変化を読み解くため の、 そのアラーム機能といいますか、フラグが立つようなそういう機能を持ったアプリを導入したいというふうに考えています。